まあなんかやる気ないみたいなんで、ね、さっきもピー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 言われてな、まあなんかやる気のないやつがなんか SNS でなんかピーピーってバズりたいみたいなんで、なんかそういうやつらがなんか来てるのが俺は一番納得いってなくて、覚悟もなくて。ごめんな、ちゃんと話してくれよ。聞こえねえんだよ。聞こえねえのかてめえ、こらな。お前みてえによな、声張れ。おい、おめえみてえによな、あ、やる気もねえやつが来る場所じゃねえんだよな。興味もねえだとかな、切れるやり方もすらも忘れたんだろ、お前な。ちゃんと喋れよ、聞こえねえんだよ。てめえの耳の問題だろ。な、もうちょいちゃんと喋ってくれよ。てめえの耳の問題だろ。な、今は聞こえるよ、そんくらいで続けな、やる気ねえんだったら別に帰ってくれて構わねえよ。お前よ、俺はやる気なくねえから。な、ネットでピー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 言うだけ言ってな、な、それでお前今詰められたんだろ。な、ちゃんと喋れ。お前語尾が何言ってっか分かんねえんだよ、ちゃんと喋れ。な、さっきからてめえよな、ネットでピー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 言ってるだけだろ、お前。な、やる気ねえんだったら帰っていいよっつってんの。バカ、バチバチやる気あるから大丈夫だよ、安心しろよ。俺さ、な、お前が昔のままだったらな、最高だったよ、俺。俺それ期待してたんだよ。牙も抜かれちゃって丸くなってるみたいだから。まあなんか昔のお前をなんかちょっと取り戻させてやろうかなと思ってるけど、今回の試合で。心配すんなって、明日になったらちゃんとだよ、ちゃんとやるから大丈夫だよ。俺さ、嫌いなんだよね、いい年こいたおっさんがよ、ピーピー言ったらよ、入れ墨入れてフラフラしてるようなよ、お前らみたいなのが嫌いなんだよ。だからギャーギャー言うな、明日しっかりやるからよ。なあ、別に今のさっきのウリダさんのやつはよ、な、俺知らねえよ、何があったのかとは。ウリダとの件は何があったのか知らねえっつってんの。知らねえけど、な、お前がちゃんと殴れんだったらネットでピー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 言ってねえで、な、何もねえでやれよ、お前。もうちょい聞こえやすくしてくれよ。ダメダメダメです。もうちょい ちゃんと声張ってくれよ。多分周りもちゃんと聞けてねえんだよ、それじゃ。だからや、これ聞こえんの、今聞こえんの、聞こえんのかって。あ、今聞こえるよ。なあ、だから今のウリタとの件とか何があったのか知らねえけど、なあ、お前ネットでピー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 言ってねえで、なあ、ちゃんとお前やり合うとこやるんだったら、なあ、黙ってやれよ。オッケーオッケー、早く、もう俺ら喋んのいらねえだろ、もう明日ちゃんとやるからや。なあ、もうあんまおしゃべりしてた。いや、それだけは楽しみだ、俺は。もういいよ、もう俺は終わりでいいですか。終わりです。以上でよろしいですか。おっす、わかりました、ありがとうございます。うわ、どうだ、おっ、きた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 、おっ、き